1999年、それは尊敬する吉田麻里子への挑戦の年でもあった。あたやね、吉田さんはもう関節をなんていうんですか、極めるじゃないですけど、それ一本に絞って自分の持ってた飛び技まで封印して、そこまでやってる吉田さんに対して、私がそんなね、あっちもこっちもこれできないからじゃああっちもなんて、そんなことしてたら絶対に勝てないし、一緒に練習していくうちにやっぱり吉田さんと競っていきたいっていう気持ちが出てきたんで、追う立場って結構楽しいんじゃないですか、やっぱり。でいつかはやっぱり追い抜かなきゃいけない人だと思ったし、吉田麻里子への闘争心に火をつけたのは前年の9月。自分が試合に熱中するにつれ、静まり返った客席がヒートアップしていくのが分かり、確かな手応えを感じた一戦だった。99年の年明け間もなく、チャンスは再び訪れた。超えられそうで超えられない高い壁。しかし吉田は試合直後、思わずつぶやいた。危ない。深川がそびえ立つ高い壁、吉田麻里子を超える日は果たしていつか。アルシオンが1周年を迎えたこの日、晴れやかな表情でやってくる選手たち。その中で、どういう気持ちで、自分としては1周年だからって、これで試合やってる場合じゃない、なんか喜ばしい試合になりそうもないんで。右足を負傷していた深川は、不安を抱えたまま記念すべき1周年のリングに立つこととなった。相手は両雄玉田理恵。
待って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 、おい、いいよ、無理して、ダメ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 、3分25秒エクリストックによりウィナー高田。深川のショックはこれだけではなかった。いつまでも初心を忘れず激しく突破しています。これからも応援よろしくお願いします。そして大向かい山田深川、あんたたちはどう思ってるんだよ。アルションで勝ち残っていくだけの自信はあるのか。よっしゃ、いつまでも舐めてんじゃねえぞ、この野郎。うちらはこんなんじゃ終わんねえんだ。まあでもその人それぞれの考え方があるから、別に私の考え方を押し付けるわけではないけれども、もっと努力できるんじゃないかって思った。うん、その3人についてはでもっと努力をすればもっといいものが見せれるんじゃないかと思った。なのになんでやらないんだろうなっていうのが私の中ではあった。だからもうそれが精一杯、もう 100% 頑張ってそういう試合っていうのはそれはそれはしょうがないんですけど、もっともっと頑張れるのにやらなくて試合ダメだったっていうの、それは当たり前ですよね。だからもっともっとやればもっといい試合が見せれるんじゃないかなっていうの。吉田麻里子、名指しで批判してきた相手、そして越えなければならない高い壁、そんな状況が逆に持てる力を最大限に引き出し、深川自身が生涯のベストバウトと言い切る至高の名勝負を生み出した。簡単に自分は吉田さんに勝つつもりでこれからやってきますけど、吉田さんからベルトを取るつもりでやってきますけど、やっぱりチャンピオンっていうだけあって、強いですね。でもその吉田さんにこれから絶対負けるっていう思いもないし、
勝てるっていう自信もあるんで。敢闘賞を受賞したものの、深川の表情に笑顔はなかった。まだ壁は越えていない。いい試合でも勝たなければ意味がない。心の中でそうつぶやいていた。吉田戦に敗れたものの、自分のファイトスタイルに自信を持ち始めた深川は、アジャコングシングル7番勝負の最終戦に名乗りを上げた。藤田に対し余裕の勝利を収めた深川は、いよいよアジャとのシングルマッチに挑むこととなった。生涯の師匠でもあるアジャに対してけじめの意味も込めてぶつかった深は、悔しさと同時に清々しい気持ちもあった。
しかし自分の戦いを含み笑いとともに見つめる2人がいたことには気づきもしなかった。あの2人とは前女時代を最後に交わることはないはずだった。挑発をきっかけに、なんとラスカチョがアルシオンのリングに上がってしまった。タマダも全然変わってますから、変わらずパッとしないね。タマダ、パッとしない感じしてよ。アルシオンのリングにどのくらい上がりやがって。やっとるわ。お前のリングじゃねえんだよ。でもやる相手がいなかったところはできないからね、実際問題。やりますよ、こんな言われっぱなしで。でもままごとはやんないよ。ままごとなんてやるかい。あんたがやるんだったらままごとになっちゃう。本当だよ。遊んだけやりたいんでしょ。遊ばれるのはどっちだよ。言ったな。します。深入りしたこと後悔すんなよ。すんなよ。本当にあの人たちが上がるような場所ではないと思ったんで、アルシオンのリングっていうのは本当に特別なものだと思うから、そう、あなたたちの上がる場所じゃありませんよって吉田さんの言ったセリフじゃないですけど、本当にそう思いましたね。でもね、私たちがここまで言われたんだから、私たちで止めなきゃっていう思いがあって、これはね、人に任せられないじゃないですか。やっぱり自分たちが食い止めないと、っていうのがありましたね。だから名乗りを上げてしまったんですけど。